メーション。備えあれば憂いなし。地震や台風などの災害に対して日頃の備え対策などポイントの紹介、また三田市が行う防災対策についてお話をいただきます。今年は間もなく1月17日発生しました阪神淡路大震災から25年目を迎えます。そして3月11日にはあの未曾有の 大災害となりました東日本大震災からもう今年9年を迎えることになるんですね。ということで今日は年4回お送りしております防災啓発番組、今年最後の4回目ということで、三田市役所からお越しいただいています。今日は三田市危機管理課館長さんにお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。三田市役所危機管理課の館長と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、あのいつもですとね、この時期、まあ、阪神淡路大震災から25年前ということで地震のお話が多いんですけども、地震に限らず本当にこの頃は災害いろいろあります。近年の災害どのような特徴があるのか、このあたりからお話しいただけますか。はい、一昨年発生した大阪北部地震は、30年以内に発生する確率は0から 3% とされていました。はい、あ、そんなに低かったんですね。はい、その地域でマグニチュード 6.1、震度6弱の地震が発生しました。はい、またちょうど1年後の令和元年6月18日、はい、山形県沖でマグニチュード 6.7、震度6強の地震が発生しています。そうでしたね。はい、また幸いにも三田市には大きな被害は発生していませんが、台風15号19号では台風が勢力を維持したまま日本列島に接近したため、台風15号では猛烈な風の影響により長期間停電が発生し、台風19号では記録的豪雨により河川等が決壊し、非常に広い範囲で浸水が発生するなど、市民生活に大きな影響が出ました。そうでしたね。このように近年の災害は大規模化しているとともに、今まで災害の少なかった地域においても被害が発生するなど、いつどこで何が起こってもおかしくない状況となってきています。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。今の伺ってね、この台風15号と19号思い出しましたが、なぜこの関東地方を中心に大きな被害が出たんでしょうね。はい、まあ、温暖化の影響もあると思うんですけども、台風が通過した日本の南の海上で、海水温が平年よりも 1,2 度高くなっていたために、台風が海水温の高い海域を通過して、その際に大量の水蒸気を供給したことで発達して、勢力を落とさずに本州に上陸したこと、このことで記録的な強風や大雨が発生し、被害が発生拡大した要因と考えられます。あ、そうなんですね。また一昨年は台風20号と台風21号が連続して、近畿に接近しました。そうでした。このことから大阪を中心に大きな被害が出ています。このように毎年のように日本各地で台風による被害が発生していることから、三田市についてもこれまで以上の備えと準備が必要になってきています。これだけ記録的な大雨や強風を経験しますと、備えについては地震だけに限らず、いつどこでどんな災害が起きるかわからないという、そんなことを想定しないといけないですね。はい、そうですね。一昨年の大阪北部地震では、まさかこの地震が起こるとは思わない地域で発生しています。昨年の台風19号では勢力を落とすことなく日本列島に上陸したことや、本州の半分以上を覆うほど大型だったこともあって、台風が通過するまでに時間がかかったことなど、複数の要因が重なりました。このことにより想定外の事態が被害を増大させた原因と考えられます。三田市はこれまで災害により大きな被害を受けたことはありません。しかし近年はいつどこで何が起こってもおかしくない状況が続いていることから、これまで以上に警戒が必要と考えています。そういうことを考えますと、じゃあ災害への備え、どのようなことが考えられますでしょうね。はい、まず自分の住んでいる地域が
どのような災害リスクがあるのかを知ることが最も重要だと思います。そうですね。住んでいる地域が浸水のリスクがあるのか、土砂災害のリスクがあるのかを事前によく確認することです。確認の方法、確認の仕方としては、三田市が発生していますハザードマップがあります、はい、ホームページからご覧になれるか、まあ、紙面版は三田市の市役所や各市民センターなどで配布していますので、はい、ご覧になればと思います、はい、また昨年の12月からは市のホームページの方で、ウェブ版のハザードマップを運用しています、うん、そうなんですね、はい、ウェブ版ハザードマップはスマートフォンやタブレット、はい、またパソコンなどで目的の場所を簡単に詳しく表示することができます。あ、そうなんですね。スマートフォンでは位置情報を有効にすることで、土地勘のない方でも現在地周辺の災害想定、どのような災害があるかですね、注意すべきものかですかね、はい、はい、最寄りの避難所などを確認することができます。はい、ブックマークやショートカットアイコンに登録して、ぜひご活用お願いします。はい、わかりました、ありがとうございます。台風などある程度予想できる場合の対応と、そうなると突然起こる地震など予測できない場合の対応、やっぱり違いがあると思うんですけども、いかがでしょう。はい、台風などの場合は、事前に自分の住んでいる地域の災害リスクをよく把握することが重要です。はい、台風が通過するルートなどの情報収集、はい、早め早めの避難が最も重要です。はい、避難先としては避難所っていうところが、まあ、第一候補に上がるんですけども、まあ、それ以外にも、まあ、風水害のリスクの少ない地域、例えばハザードマップをご覧になって、浸水、洪水浸水想定区域や土砂災害と、警戒区域に指定されていないご実家であるとか、親戚の家、お友達の家に一時的に避難されるのも一つの方法だと思います。台風19号でも浸水した地域は事前にハザードマップで予想した地域とほぼ同じだったというふうに報告があります。そうなんですね、はいはい、また地震災害についてはいつどこで起こるか事前に予想がつきません、はい、ただし1981年5月31日以前に建てられた建物というのは、旧の建築基準法で建てられています。はい、これはおおむね震度5前後の地震に対応できるような設計になっています。はい、それ以降ですね、1981年6月1日以降に、建てられた建物っていうのは新耐震基準で建築されています。この建物は震度6から7程度の地震に対応できるように設計されていますので、ぜひご自分の住んでいるお宅がいつ建てられたのかを確認して、必要に応じて事前に対応、まあ、補強とかね、対応しておくことが重要だと思います。はい、また事情の部分にはなるんですけども、日頃からハザードマップを確認してお住まいの地域の災害リスクを知っておくこと、いざという時にどの避難所にどのようなルートで行くかを確認しておくこと、非常時の持ち出し品も最低限のものは準備しておくことなどが挙げられます。はい、また家庭の室内対策としては、家具の固定が最も大事だと言われています。はい、これは私実感しました。はい、阪神淡路では倒れたものがその後固定しましたので、この間の一昨年前 の大阪北部の地震の時には、倒れなかったしドアも開かなかったです。だからこれはもうすごく実感してます。そうですね、はい、そうですね、まあ、先ほど言われたように倒れた建物が下敷きになるだけでなくね、避難路になるはずの廊下であるとかが通れなくなる、これもね、昼間だといいんですけども、夜だと電気が消えて、もう本当に見えないっていう状況がなります。まだその足元が散乱していくと、足を切って、怪我をして歩けなくなるという、そこからまだ感染症とかっていうのも考えられますので、ぜひ家具の固定っていうのはしていただきたいと思います。もう今すぐできることですからね。そうですね、はい、
その他にもですね、はい、建物内が一定一間以上揺れた場合に、自動的にブレーカー、まあ、電気のブレーカーですね、はい、を遮断する感震ブレーカーっていうのもありますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、阪神・淡路大震災で亡くなった、被災者の方っていうのは約 80% 以上の方が建物や家具などの倒壊により圧死されたというふうに言われています。まあ、ぜひお住まいの建物の耐震基準を確認していただくとともに、はい、寝室には家具を置かない、どうしても置く場合はしっかりと固定していただきたいと思います。先ほど1981年とおっしゃっておる、これは昭和で言いますと56年になりますね。はい、そうですね。昭和56年、はい、5月31日以前に建てた建物が耐震基準が今とは違うということで ね、はい、ぜひちょっとまずご自分のお家がどうなのかっての今一度確認も大切かもしれませんね。そうですね。まあ、先ほど言いましたように阪神・淡路大震災では 80% 以上の方が圧死されたと、亡くなった方が圧死されたということを言われていますけれども、はい、まあ、逆に、その 80% の人が家が壊れなくて、家具が倒れなかって圧死が免れるとその方たちは助かったかもしれないというふうに言われますの で、まあ、ぜひ、建物の耐震と、家具の固定というのはぜひしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、そしてこの今出てきた阪神淡路大震災で本当たくさんの方が犠牲になられました。この地震をきっかけに地域ボランティア行政などの防災への取り組みがぐっと高まりましたね。はい、はい、そうですね。全国的にも災害に関する制度や行政の役割が見直されて、住民の皆様の地震に備えるっていう意識が非常に飛躍的に高まったと思います。はい、はい、この地域における取り組みが活発になったというのはとっても頼もしい感じがしますけども、この時期に防災訓練を行っている地域も多くなってきましたね。はい、そうですね。まあ、地域では区自治会また自主防災組織などが中心になって年間を通して、様々な防災の取り組みを行っています。はい、中でも1月は阪神・淡路大震災が発生した月であることから、多くの地域で防災訓練が行われています。はい、まあ、機会がありましたらぜひ参加していただければと思います。はい、最寄りの区自治会避難所へ集合してから訓練会場となる学校とかに避難する、集合するというふうな方法を取れば、実際の災害時におけるご近所の安否確認方法であるとか自宅からの避難所のルートを確認できますので、ぜひご参加の方をお願いします。はい、やっぱりお住まいの地域の防災の取り組みよく知っておくってことは大切ですね。そうですね。そして地域でのつながりも大切になってきますね。はい、阪神淡路大震災の時も隣近所によって助けられた人とても多かったと聞いてます。はい、そうですね。まあ、震災では倒壊した建物の下敷きになった人が多かったのですけれども、助かった人のうち約9割はご本人の自力、または近所の人に助け出されたというデータがございます。9割ですね。はい、ほとんどですね。そうですね、もうほとんどになります。将来実際に災害が発生した場合でもこの割合は変わらないと思います。大きな災害であればあるほど行政の控除が届くまでに時間がかかり、そこにいる人たちに対応、そこにいる人たちだけで対応する必要があります。大きな災害ということは犠牲になる方また被災される方が多いということだけど、そういう時はやっぱり行政がたくさんなのでなかなか手が回らないと。そうですね。行政の方も災害対応ではもちろん救助が第一線なんですけども、それ以外にも避難所の運営であるとか、給水であるとかっていうところも必要になりますので、なかなか手が回らないというふうなことがなります。ということはやっぱり自助共助というところがとっても大事だ、ね、はい、とても重要だと思います。お話その25年前に戻りますが、はい、阪神淡路大震災の時に消防職員として出動されたと伺っております。はい、ぜひこの実体験の中からどのような活動をされたのかご紹介いただけますか。はい、私は阪神淡路大震災が発生した時に、消防士として2年目ということで、まだ入られてすぐでしたね。はい、本当何もかも初めてで、
その地震が起きた時も自宅にいたんですけども、すぐに駆けつけて消防署に行ったんですけども、その当時に、発災した当日の夕方に、長田区の方に先に出動していた隊の交代ということで、私を行きました。神戸市の長田区へ出動したわけなんですけども、神戸市内は本当に今と、きらびやかな形で、すごく夜景美しい街ですけども、私が着いた時は本当に真っ暗、もう電気が全くついていない状況で、本当に国道2号線であるとか43号線というところが、陥没とまだうねりっていて、車が通れないような状況で、そこに多くの人たちが徒歩であるとか原付バイクとかで避難をしているのを目の当たりにして、本当にこれが日本なのかというふうにちょっと思いました。異様な光景でしたね。異様な光景でしたね。それはみんな覚えてらっしゃいますよね。長田区に行ったわけなんですけども、長田区は木造の古い建物が多かったわけなんですけども、長屋の建物が多くて、私が行った時は夕方から夜にかけてあったんですけども、ほぼほぼ建物が倒壊しているような状態で、ただそこも全然手つかずのような状態で、誰も救助ができていない、誰も入っていないような状態で、私どもも何もすることができずに、多分中に人がおられるかもしれないと思いながらも、どうしようもできずにその場を離れてしまったというふうになってしまいました。あまりにも広い状況の中で、そうですね、もう数が多すぎてどうしようもすることができないというふうな状態です。そうなんですね。まずそれでまだ長田区の方は建物の倒壊も多かったんですけども、それ以外に火災がすごく広い範囲で発生していまして、まずその建物を救出も重要だけども、火事を消すことも重要だというところで、私たちはJR の高取工場というところに駆けつけまして、そこにある貯水槽、400トンぐらいあったんですけども、そこに水を取りながら活動をしてたわけなんですけども、たびたびその余震が発生して、そうでしたね、高取工場自体がレンガ造りというところもありまして、結構その辺に散乱した状態で、貯水槽もレンガ造りっていうところにのよじ登って水を取っていたような状態でしたので、もう余震があるたびにちょっと作業をやめて避難するっていうような状態でした。で、先ほども言いましたように、すごい広い範囲、見たこともないような状態で火災が広がっていましたので、400トンの水を朝までずっと水を出し続けたんですけども、一向に被害を収まることもなく、何もできなかったなというふうに思っていました。じゃあ行かれた実感としては、何度もおっしゃってるんで、やっぱり何もできない、何もできない、そうですね、実際はされていらっしゃるんだけれども、あまりにもたくさんあるから、もう規模が多すぎると、やっぱり一人では何もできない、私たち消防職員はタイで動きますので4人というふうな形で動くんですけども、ただやっぱり規模が大きくなると、やっぱりタイ1体2体ではどうしようもない。やはり地域の方、地元の方、やっぱり自助共助、自助公助、自助共助ですね、自助共助の部分っていうのがやっぱりすごく重要かなというふうに実感しました。じゃあ私たちはついつい消防の制服を着てらしたら、これで助かったと思って、ああしてほしい、こうしてほしいって言いますけども、そういう人がいっぱいいるわけですし、そうですね、場所も本当にたくさんなわけだから、もうお水もおっしゃったようにこう、400トンが全部使い果たして、でもまだ火事が消えない。そうですね。確かに直後も無力だっていうふうに実感された方々の感想もね、伺いましたけど、やっぱりお手伝いに行かれたご本人としてもそういう実感を持たれたということなんですね。阪神・淡路大震災当時と今とでは行政の災害救助の対応、変化がやっぱりありますか？そうですね、20年以上経過しているんですけども、その阪神・淡路大震災っていうのが
まあ、近代消防って言われるところのが初めて経験したような大災害だったと思うんですけど、はいはい、まあ、その後に阪神・淡路大震災を機に緊急消防としては緊急消防援助隊っていうふうな制度を創設しました、はいはい、また警察の方は警察で広域緊急援助隊っていう制度を創設しています。つまり横のつながりができた、ね、ということですね、はい。でまあ、大災害時はもう県域を超えた救助の体制を取っています、はい、また自衛隊についても当時はかなり、出動までに時間が要しました。はい、それを見直しまして、最近では迅速にもう当時とは比べもならないぐらいのスピードで自衛隊の方も現場に駆けつけるようになっています。そうなんですね、はい、で台風の昨年の台風19号であるとか、まあ、一昨年の西日本豪雨、はい、もちろん東日本大震災についても、うん、主導しています。あ、はい、しかしながらやっぱり災害の規模が大きくなればなるほど、うん、行政による救助は手薄となりますので、つまり地元を皆さんがされるということ で、ね、横のつながりの応援が来ていただけないということになるんですね。まあ、それもありますね、はい。うん、まあ、広域になればなるほど応援に行くまで時間がかかるっていうのもあります。道路がもう、そうですね、かなり寸断されるということも考えられます ね、はい、そうですね。東日本大震災の時も行ったんですけども、やっぱりもう一昼夜ぐらいかかりました。出動にかかります。で私の知り合いの沖縄からも出動してるんですけども、沖縄からですと船で一旦、近畿圏まで来て、三木の消防学校に一泊して、そこからまた東日本の東北の方に向かったというふうに聞いてますので、やっぱりもうかなり応援するのにも時間がかかるというところ で、ね、やっぱり地元の方の救助というのがすごく重要だと思います。うん、じゃあもう大災害の時こそ、そうですね、自分たちでと、そうですね、災害に備える、まあ、普段から備えていただくという形ですかね。そうですね。で避難所の状況いかがでしょうね、はい、防災訓練でもいろいろ拝見はしてますけども、当時とは随分変わってきてます。そうですね、本当に阪神淡路大震災の時の写真とかよく見られる方、見られている方もおられるかもしれませんけども、本当に体育館の中に人がひしめき合っているような状態で、本当にもう雨風をただしのぐだけというような状況で、そうそう、プライバシーも何もないというような状況でした、はい。まあ、近年はですね、まあ、これを、まあ、この災害を機にですね、資機材や食料備蓄を進めています、はい。まあ、資機材についてはトイレであるとか、うん、まあ、キャンプ用のマットみたいな、ちょっとね、楽になるようなマットであるとか、はい、うん、あとはプライバシーを遮るようなパーテーションみたいなものを、うん、まあ、中心に備蓄しながら、まあ、避難所での生活が少しでも快適に過ごすことができるような資機材の整備を進めています、はい。まあ、しかし災害の規模が大きくなれば、避難所に避難者全員を収容できないなどの新たな問題がね、また発生しています、はいはい。まあ、三田市においては計画しています、最大避難者が発生した場合でも、まあ、避難者全員を収容できる準備をしていますけども、まあ、近年はまあ予想を超える災害が多発しているので、さら、ね、まあ、なる準備と計画が必要かというふうに考えます、はい。そして共助の取り組みとして三田市では避難行動要支援者支援制度、これがあると伺ってますけども、はい。避難行動要支援者は、まあ、簡単に言いますと、まあ、体が不自由な等の理由で、災害時の避難に何らかの支援が必要な方を意味しています、はいはい。三田市では平成27年に避難行動要支援者支援制度というものを作って、はい、対象となる方の同意を得た上で名簿を作成して、はい、区自治会自主防災組織、そして民生委員の方々と名簿情報の共有を進めています、はい。災害の時に逃げ遅れる人を一人でも減らすように、支援が必要な方の名簿を日頃から共有しているということですね、はい。ただ名簿に、掲載されているからといって必ず助けが来るとは限りません。時間帯タイミングありますよね。そうですね、支援される支援できる方も自分やご家族が被災されている可能性もありますので、はい、要支援者のご本人の方もできる範囲で日頃の備えを、が必要だと思います。まあ、他にも三田市では一昨年6月よりヘルプカードとか、ヘルプマークというものを配布しています、はい。
まあ、これは外見から、まあ、援助とか配慮が必要かどうかが分かりにくい方、うん、まあ、これらの方がカードを持つことによって、うん、まあ、援助してほしいという内容をご記入していただくことによって、まあ、平時にお持ちいただけるようにしているものです、うん、ヘルプカードとかヘルプマークをこう身につけてくださると周りの方も声をかけやすくなりますよね。もしそのような方が何か困っているような様子があれば、まあ、ぜひ声をかけていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そして災害は本当にいつ起こるかわからないもので、中でも今ずっとお話しあった地震ですよね。突然発生するので、はい、不安を持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、そして最近では南海トラフ地震の可能性についてもよく耳にします。このあたりのお話もちょっとご紹介ください、はい。まあ、最近は南海トラフを起こるまでのような南海東南海領域というふうに、まあ、区別をしていません。しない、はい、南海トラフ全体を一つの領域として考えて、マグニチュード8からマグニチュード9クラスの地震発生率が30年以内に 70% から 80% と言われています。すごいですね。マグニチュード8から9クラスが30年以内に 70% から 80%、はい、高いですね。そうですね。まあ、南海トラフによる巨大地震が発生した場合、はい、まあ、三田市では最大震度5強の揺れがあると予想されています。これはかなり恐怖感がありますね、はいはい、三田市内では津波の被害は想定はされていませんが、はい、特に、先ほども言いましたように耐震化されていない古い家屋の倒壊、屋内の家具転倒などによって被害が想定されますので、注意がとても必要だと思います。そうですね。この南海トラフ3だではいかがでしょう。どんな影響あるでしょうね。はい、まあ、またそれとは別に三田市の近くには大きな地震をもたらすと考えられている活断層が3つあります。はいはい、最も近い活断層による地震が発生すると、まあ、市内では最大震度6弱の揺れが予想されています。そうなんですね。はい、またまだ知られていない断層があり、うん、私たちが住んでいる地域の近くを震源とした地震が起こる可能性があるかもしれません。まあ、これ複在断層というんですけども、うん、知られていない断層がもしかしたらあるかもしれません、はい、まあ、安心はできないということですね。よくね、断層は分かっているのごく一部だとも、ね、言われてますからね、はい、南海トラフにおける地震だけではなくて、三田市の近くにもいつ地震が発生しても不思議ではないということになるわけですね、はい、いろいろ伺ってまいりましたが、では最後にリスナーの皆さんのメッセージとして、本日の地震やその他の災害の備えについてまとめていただけますか。はい、まずハザードマップなどを利用して、まあ、お住まいの地域、自分がお住まいの方の住まれている方の地域がどのような災害リスクがあるのかをよく把握していただくことが最も重要だと思います。備えとして非常時の持ち出し品に加えて、家庭での備蓄、食料や飲料水は各家庭で最低3日分、できれば1週間分の備蓄をお願いします。次に室内の家具転倒防止もお願いします。また情報を入手する手段は複数確保をお願いします。携帯電話で災害情報を得られる防災防犯メールの登録もお願いしたいところです。また近年スマートフォンは情報収集だけでなくて、災害に、生活に欠かすことのできないものになっています。昨年千葉市で起こった大規模停電が長期化する場合も考えられますので、スマートフォンを充電できるようなモバイルバッテリーを準備することも一つの備えだと思います。そして突然の揺れが起こったとき、何らかの災害に直面したときは落ち着いて行動して自分の身を守ることに適してください。これらを踏まえて災害のリスクを正しく理解して、市民の皆様一人一人が日頃の備え、そして地域内での助けを大切にしていただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。今日は三田市危機管理課館長さんにお話を伺ってまいりました。この時間は備えあれば憂いなしをお送りしました。次回もぜひお聞きください。